ジャパンゲームコンベンションとは毎年夏に行われる日本のアナログゲームの宿泊型イベントのこと JGC の略称で知られる企業主導のイベントであり日本でアナログゲームを出版している多くのメーカーが参加しているアメリカのアナログゲームの宿泊型イベントであるオリジンゲームフェアやジェンコンの日本版として1996年により ゲーム出版懇話会が主催に開始された。JGC は毎年の8月の最終の金曜から日曜までの2泊3日をホテルなどの宿泊施設の一部を借り切って行われる。ホテルの部屋ごとに参加企業が独自の企画を立ち上げ、参加者は開催期間中に好きな部屋に行ってその企画を楽しむことができる。なお、宿泊参加者は宿泊用の部屋を与えられて、 イベントに参加しないととききは部屋でで休むことができる JGC で開催される企画は多岐にわたるが、基本的には大きく以下の6つに分けられる。JGC は大型の企業イベントではあるが、参加者が自由に企画を立てられる。フリープレイも魅力の一つである。JGC では毎年フリープレイ用の部屋としてテーブルが並べられた大広間を用意している。 JGC 参加者はテーブルを借りたい時間を予約することで、そのテーブルを自由に使えるのである。運営側は基本的にテーブル使用時間の管理以外は何も行わないので、テーブルを借りた参加者はそこで何をしてもいい。フリープレイルームの前には掲示板が置かれ、そこで一緒に遊びたい仲間を募集することもできる。フリープレイルームは抽選に使用する時間を除き開放されている。 フリープレイルームでなく自分の宿泊部屋でゲームをプレイする参加者もいるが、これは運営側は関与しない自己責任の範疇の行為であり、掲示板でそのようなことを告知することは禁止されている。フリープレイは企業参加しているゲストも一般参加者も等しく同じ形で使用することができる発表もされていない開発中の新作ゲームのテストプレイが 非公式にデザイナーによりフリープレイで行われることもある。鈴木銀一郎がフリープレイに不定期に宅を立てて対戦ゲームでゲーマー100人切りをすることは JGC の名物ともなっている。JGC の存在が初めに告知されたのは1994年のことである。メーカーの枠を超えたアナログゲームの大規模な祭典ということで、 当時存在していたほぼすべてのテーブルトーク RPG の雑誌に1995年夏に JGC95 が開催予定と告知された。主催はいくつかのメーカーの合同により結成されたゲーム出版コン話会であった。しかし、この JGC95 は開催されずに計画が頓挫してしまう。これの原因について諸説あるが、 コン会に当初参加していたホビージャパンが何らかの原因で急遽脱退したためとも言われている。JGC 参加者の予約受付はすでに開始されており、何らかのイベントを開く必要があったため、ゲーム出版コン会は JGC の代替イベントとして、夏の TRPG 祭り95の開催を急遽決定する。このイベントは宿泊型でなく1日のみのものであったが、 メーカーの枠を超えたアナログゲーム専門イベントという意味では日本初のものであった。今和会は1996年に第1回目の JGC、JGC96 を正式に開催。第1回目の JGC は完全な宿泊型イベントでなく、JGC 自体は8月30日に1日だけ春海で行われるテーブルトーク RPG の企業コンベンションであり、 それとは別に8月28日から29日の2日間に JGC 全夜祭りという別のイベントを東京のホテル浦島で行うというものであった。これは運営サイドがまだ宿泊型イベントのノウハウを持っていなかったため、1日限りの企業コンベンションをメインに据えて宿泊イベントの方をテスト運用的に計画したためだと思われる。全夜祭りはユーザーも業界人も 一参加者として区別なく手探りで進められた感があるが、この時の試行錯誤が以降の JGC における各企業の企画モデルとなっている。JGC96 での禅夜祭りの公表を受け、1997年にも JGC は継続して開催された。97年からは3日間の全日程が JGC となり、ここから現在の JGC の形態が始まるようになる。 会場は2003年まではホテル浦島が使用された。なお、1997年の JGC はホテル浦島とは別に近隣のコンベンション会場も仮でそちらを第2会場としていたが2会場規模の大規模な JGC は2010年現在この一度きりである。2001年からは毎年3月に関西地方でも JGC が行われるようになる。これは j g c ウエストと呼ばれ、大阪南港のコスモスクエア国際交流センターにて一泊二日で開催されるイベントである。内容自体は夏の JGC と全く変わらず、違いは規模と開催日数だけになっている。j g c ウエストは2004年まで前後回開催されたが、2005年はゲーム出版コン話会でなくアーグライトの主催で、県ウエストと名前を変えて開催。 そして2006年以降は JGC ウエストも県ウエストも行われていない。2003年の秋にホテル浦島が取り壊されたため2004年の JGC からは会場が変更された。横浜プリンスホテルが新会場となったのだが交通の不便さや近隣にコンビニさえないことなどから参加者には不評であった。また会場変更に伴い規模が縮小されてしまい。 2004年の JGC ではキャパシティオーバーでどこの企画にも参加できずフリープレイルームのテーブルにさえ空きがなくてホテルの廊下で難民と化した参加者が続出大きな問題となったこの時の混乱によって2005年以降からの JGC ではイベントの予約や整理券の配布などに様々な工夫するようになる 2006年の6月の横浜プリンスホテルの閉鎖に伴い、2006年の JGC は再び会場変更され、新横浜プリンスホテルが選ばれる。2006年の JGC は宿泊参加者の募集が例年よりも早く締め切られたり、当日参加者にはイベント参加制限がつけられることが事前に告知されるなど、例年よりも徹底した参加者の人員管理が行われ、 2004年のような会場変更に伴う運営の混乱は指してなかった。2016年の JGC はアークライトの単独主催となり、開催日時も2日間に短縮された。その開会式で次回よりイベント名を TRPG フェスティバルに変更し、会場も静岡県熱海市にあるホテル大野屋に変更されることが告知された。 したがって2016年の大会が JGC の名称を用いた最後の大会となった。JGC の運営はゲーム出版コンワ会によって行われている。コンワ会はアナログゲームに関係する複数の出版社、ゲームメーカーによって1996年に結成されたアナログゲームの普及と振興を目的とした団体。略称は GPA。 JGC はこの今話会の加盟学者より作られた JGC 実行委員会によって主催運営されているとされるが実際には JGC の運営の部分以外でのゲーム出版今話会の活動は結成以来ほとんどないため現状では JGC 実行委員会イコールゲーム出版今話会となっている2014年8月現在は今話会は以下の6社によって 運営、活動が行われている。実際の JGC の主要な運営組織は株式、会社アークライトなのだが、アークライト自体は、今和会には加盟していない。このことに関する詳細や経緯は不明であるが、アークライトがゲーム制作は言っていても、出版社としての活動がメインにはなっていないからだとも思われる。なお、JGC に企業として何らかの企画を持って参加する。 こと自体は、今和会に加盟していなくても可能である。今和会は、あくまで JGC 全体の運営に関係することができる企業である。また、JGC 公式トラベルエージェントとして JTB が宿泊参加者の申し込みを委託している。JGC の運営で特に重要視されているのは難民への対策である。JGC では、第1回の開催以来、毎年、 目的としていた企画の部屋に人数オーバーで参加できず、やりたいゲームが何もないままホテルの廊下で呆然とするという参加者が発生している。難民化はその参加者のモチベーションを下げるだけでなく、空いている企画を探してホテル内を徘徊すること自体が他の参加者やホテルの一般宿泊客に迷惑をかける要因となるため大きな問題となっている。 難民化する参加者は年々増大しており、近年ではフリープレイを含むすべての企画が人数オーバーでどこのイベントにも物理的に参加できないという状況が発生するまでになった。特に2004年の JGC では参加人数が会場のキャパシティ以上のものとなってしまい、激しい難民化が起こりネットのコミュニティなどでは運営に関して強く問題視された。 こうした事態への対策として2006年の JGC からは当日参加者はフリープレイやライブ RPG に参加できないとされ、一応の解決は見たものの不満の声は大きかった。難民が増えていっている背景には様々な要因があるが、以下の3つが大きなものとして挙げられる。難民問題は大なりこなりは、今後も対処法を模索する必要のある大きな課題である。 現状では JGC に参加するだけでなく、楽しむためには運営に頼るだけでなく、参加者自体が自分が難民化しないようにうまく立ち回る知恵が求められている。1995年の RPG マガジンにおいて JGC の休止と今和いからの脱退に関するお詫びの告知が掲載された。ありがとうございます。